福島千里は日本の陸上競技選手で専門は短距離。北京、ロンドンリオデジャネイロオリンピック日本代表。女子100メートル、200メートルの日本記録保持者。北海道中川郡幕別町に生まれ。細身でピッチ型の走りをする選手であり、日本人以外の選手並み、あるいはそれ以上のスタートダッシュが大きな武器である。陸上競技は、 小学4年の時に始める。小学校時代の実力は、未知大会で、やっと決勝に残る程度だったという。陸上競技を始めた、同時期にスピードスケートも始めたが、小学校の間しかやっていない。しかし、この経験が、スタートダッシュ時のバランスや強靭な脚力に影響を与えている。幕別調律抜かない中学校時代から、 ジュニアオリンピックなど全国大会に出場。中学3年生の時から高校3年生までの4年間、全中とインターハイにおいて、女子100メートルでいずれも同い年の高橋桃子に敗北。自身も全国大会で実績は上げていたものの、高橋や中村高子の影に隠れる形となっていた。北海道帯広南商業高等学校を卒業後、 2007年に北海道ハイテクノロジー専門学校に進学。同校の陸上競技部に席を置き中村広幸コーチの下で選手活動を続けている。2009年に卒業後はそのまま同校の職員となる。2016年最終目標としていたリオデジャネイロオリンピック終了後、福島の挙集が注目される。2017年1月20日付で 北海道ハイテク AC を退団、北海道ハイテクノロジー専門学校も退職し、同時にプロ活動の開始を宣言。所属をファーストトラック株式会社に変更する。2018年1月11日、成功ホールディングス本社にて会見、1月1日付で同社に入社、所属社員選手として競技を継続することを発表。神奈川県内に拠点を置き、 中田県トレーナーの指導の下、同社所属の山形良太とチームを組むこととなる。2021年3月14日、成功の席はそのままで、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科に進学することが報道された。家族の中で、母親は陸上経験があり、種目は短距離だったという。2008年、好タイムをマークし始めて、頭角を表す。 2009年他の選手からマークされる中で記録を塗り替えている。2010年はシーズン開始とともに記録を伸ばしている。2011年はアジア最速の実力を維持している。2012年は本格的トラックシーズンを前にして世界室内陸上競技選手権大会に出場。3月10日の女子60メートル予選で7秒29をマークし、 伊藤カナエラ3選手が保持していた7秒40のタイムを0秒11更新し、自身初となる室内日本記録を樹立した。同種目で日本女子初の準決勝に進出したが、インフルエンザのため準決勝は欠場した。6月第96回日本選手権において2年連続で100メートル、200メートルの2冠を達成し、両種目で ロンドンオリンピック出場が決まった。8月、ロンドンオリンピック100メートルは11秒41で、200メートルは24秒14で予選敗退。1964年東京オリンピック以来48年ぶりに出場した日本チームの一員として400メートルリレーにも出場し、44秒25で予選敗退。2013年、 第97回日本選手権で3年連続の短距離2冠を達成。アジア選手権100メートルで2位。世界選手権は200メートルのみ出場。10月の国民体育大会では、北海道陸上協会の推薦を受けて400メートルに出場したが、56秒26の予選3組後着に終わった。2014年。 第98回日本選手権で4年連続の短距離2冠2がアジア競技大会でも連覇を狙ったが、100メートルは11秒49で、一切指令に100分の1秒差及ばずに200メートルでは3位だった。2015年、アジア選手権の100メートルでは、追い風参考ながら11秒23の高記録で2009年。 大会以来3大会ぶりとなる金メダルを獲得。第99回日本選手権で5年連続の短距離2冠。7月のワールドチャレンジミーティングでは、日本国外での日本人選手最高記録となる11秒25をマーク。8月の世界選手権では、100メートル予選第7組で、日本国外での日本人選手記録を、さらに更新する11秒23で3着に入り、 に大会ぶりに準決勝へ進出。準決勝は、第二組で11秒32の7着。4月の小田記念は100メートル決勝で、右ふくらはぎ痙攣のため危険続く5月の静岡国際と、成功ゴールデングランプリも危険した。しかし6月に開催された第100回日本選手権では25日の100メートル決勝で11秒45で7連覇を、 翌26日の200メートル決勝では6年ぶりに自身の持つ日本記録を更新する22秒88で6年連続の短距離2冠を達成し、リオデジャネイロオリンピック日本代表入りが決定した。女子100メートルの3大会連続日本、代表選出は史上初である。オリンピックでは100メートルと200メートルに出場予定であったが、 アメリカニュージャージン州での合宿中に左太もも裏を負傷したため100メートルを欠場し200メートルに専念することになった。結果は23秒21で予選敗退。今シーズンも序盤から足の痙攣に苦しみ4月の小田記念を棄権。5月の成功ゴールデングランプリはウォーミングアップ中に痙攣を起こして6位。日本選手権は100メートルで2位。 200メートルで5位となり、いずれも連覇が途切れた。南部忠平記念では100メートルで優勝し、11秒36のシーズンベストを記録したが、世界選手権参加標準記録には届かなかった。同じ女子短距離の北風沙織は大学を卒業後、職員として北海道ハイテクノロジー専門学校に就職。当時、福島はまだ生徒であったため、学校では、 職員と生徒、クラブではチームメイトという関係であった。その後、福島が卒業後に同行に就職したことにより、職場でも同僚となった。中学3年の全国大会で知り合い、互いにしのぎを削る高橋桃子とは、地位、桃子と呼び合う友人関係である。2008年年末に放送された北海道文化放送、 スポーツワイド F の炎スポーツ北海道の特別企画として、当時コンサドーレ札幌所属だった藤田進成と100メートル対決を行い、手動刑事で11秒44を記録して0.1秒差で勝利した。2011年に公開されたボクシング映画、明日の城で北海道地区のアスリートを代表して、明日の城応援団北海道支部長に任命された。試写会で、 山下智久ら出演者と共に登場した。スピードスケートバンクーバーオリンピック日本代表の高木美穂は同じ幕別町出身で高校でも後輩にあたる。地元で開かれたロンドンオリンピック総公会では高木が花束造提約となった。リレーを含め日本記録を11回更新している。記録、受賞。ありがとうございます。